ケイさん、おはようございます。おはよう。今日はなんと、はい、ブレイキングダウン、おお、前日記者会見です。はい、ちょっと今髪の毛セットしてから行くわ。はい、うん、髪の毛セットして。早いよな、9時集合やから。はい、しょうがない、やばいな。行きましょう。行きましょうか。お願いします。はい、14試合目の方、ステージの方にお願いします。中継をご覧の皆様、お待たせいたしました。ブレイキングダウン5前日記者会見第2部に参りたいと思います。ここからは第8試合から第14試合までの選手に登壇していただいております。さあ、まずは、みくるさん、この第8試合から第14試合メンバーをご覧になって印象を教えていただけますか。そうですね、オーディションの本編に流れてる人が多いなという印象なので、まあ、ちょっと楽しみですね。ストーリーはありますね。では続いて第9試合です。ライト級ワンマッチ71キロ以下です。こちらは辻選手対眼鏡社長です。まずは辻選手からお願いいたします。辻圭太と申します。よろしくお願いします。まあ本当に、オーディションでも言いましたけど、会社の規模的にも、眼鏡君とは、背負ってる数が全く違うと思いますし、その分僕の方が覚悟あるんで、当日は、ボコボコにしたいと思います。実はね、オーディションの日に、メガネ君から、ダイレクトメッセージいただいてて、辻さんお会いしたいですって、言われました。まだ試合決まってない時ですね、言われましたけど、お断りさせていただいたんですけど、まあ当日これで嫌、でも金網の中で会えることになったんで、メガネ君は相当喜んでると思うんで、まあただ経営者なんでリスペクトの気持ちはあるんで、リスペクトの気持ちを持って、ボコボコにしたいと思います。あとね、本当は、久保田、お前とやりたかったんだけど、まあ逃げたか知らんけどさ、他のやつ選んだからさ、まあオーディションで俺時計あげるって言ってたやんか、久保田にさ。次の大会でやったらさ、勝ったら1000万やるからさ、うん、ほんまにやるから。はい、運営さんに後で預けてもいいんで、勝ったら、次回で勝ったらあげるから、やる気になったやろ。やらない意味がある。久保さん、マイクありますか、いかがですか。いや、やっぱ目の前にすると、やらない意味がない。勝ったらそれそのままもらえるってこと。渡す渡す、ほんまに渡すから、茶番とかないから、経営者やから言ったことは絶対守るから。いや、普通にみんなでもやるでしょっていう、うん、いよいよやりましょう。じゃあ決定で、うん、はい、やりますよ。俺別に当日でも2試合でもよかったけど、まあそれは相手もおるから。うん、本当にそれ取りに行くぞ。あ、いいよ全然。じゃあ練習しとけよ。お前もしとけ。違うぞ、いつでもやってるから。1分は違うぞ、マジで。関係ないから見といてやるよ。お、分かった分かった。お、頑張れ。 お前が頑張る。以上です。ありがとうございます。みくるさん、まあ1000万企画とも言えますが、今2人のやりとりいかがですか。いやー、なんか面白いですね。考えとれそうな1000万円に見えちゃいましたけど、どうなんでしょうね。ゆうさん、このあたりどうですか。要検討ですか。ね、本当は当日2人がいいって言ってるんだったら当日でもいいじゃないですか。でも個人的にね、やるのはいいんじゃないですか。ね、なんかでもあれじゃないですか、1000万だったらね、贈与税考えたら2000万渡さないと1000万渡らないから、その辺はどうなのかなっていう。まあその辺は、辻さんがお詳しいと思いますからね、計算していただけますかね。そうですね、まあどうせ税金も払ってないよ。いや、それは払ってるんだ。まあとりあえず本当に当日でも、次回でも買ったら本当に渡すんで、運営さんにさっき預けてもいいんで、ぜひやらせてください。以上です。ありがとうございました。続いてメガネ社長お願いします。メガネ社長です。正直尺長いですね。まあ、先ほど辻さんから DM オーディションの後に送ったってありましたけど、まあ、僕ビジネスマンなんで、ほとんど会場で知り合った人に送ってます。まあ、仲良くなった人ですね。仲良くなってない人も、まあ、ちょっと仕事を取引先増やしたいなと思って DM 送ってるんですけど、まあ、唯一うちのオンラインサロン入ってからにしてくださいって適当に大人の対応もせずに
あしらってきたのが辻さんなんで、めちゃくちゃ今ムカついてます。いやいや、お寺の対応やろそれが。あ、お前、まあ、金も払わんの俺には会えると思うな。価値が違うんだよ。あ、そう、まあ明日試合なんで。価値が違うんだよ。あ、お前とは会社の規模じゃん。まあ俺が負けたらお前の会社でも買収してあげればいい。絵でな、言ってたみたいだけど、まあ会社の規模も確かに影響力も高いかもしれないですけど、まあ喧嘩の強さというか、まあこういう場を借りて明日証明したいなと思います。喧嘩と格闘技は違うから。まあ明日喧嘩なんで、はっきり白黒をつけたいと思います。で、まあ普通になんかいろいろ今叩かれてるみたいですけど、まあそんなね、ギラギラ1000万引き払かす前に払わなくちゃいけないとこあると思うんで。いやいや、お前も叩かれるぐらいまで、じゃあ知名度上げろや。よく考えた方がいいと思う。お前知名度上げろや。あ、うるせえ、ごめん。メガネ社長、席にお戻りください。経営者らしくさ、謙虚に行こうぜ。スマートにやってるつもりだけど。席にお戻りください。以上でよろしいですか。ありがとうございました。盛り上がってきましたね、ちょっと。これがブレイキングダウンなんでね。続いてまいりましょう。第10試合です。うちのジムにも練習来てくれてて。はい、練習生です。よろしくお願いします。お互い勝ちましょう。よろしくお願いします。はい、僕には勝ったら買ったら、ご飯おごります。ご飯おごります。あれ今日本物ですか。今日もあれ本物です。本物です。マジか。あれガチで本物です。うわ、ってかやろう。はい、いや、やめてください。ちょ、一回見せてもらっていいですか。ありがとうございました。この人ガチで持って帰るから。頑張りましょう。はい、でもお互い頑張りましょう。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。第9試合、ライト級71キロ以下、辻啓太選手対メガネ社長選手戦に出場される辻啓太選手にインタビューを行っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず、ついに明日に試合が迫りましたが、今日までどのような練習をしてきましたか。いや、もうめちゃめちゃまあ、プロの格闘家とめちゃめちゃスパーリングこなしてきたんで、はい、まあ、何も怖くないですね。はい、SNS など拝見させていただいた中で減量に苦しんでいた印象でしたが、そちらはどうですか。そうですね、思ったより、2年ぐらい前に1回試合出た時に64まで落としてるんですよ。だからここからあと8キロとか7キロ落としてたんで余裕だなと思ってたら、その間で筋肉と年がいったんで、もう33なんで、それで落ちにくくなって、でももう今日は落ちてるんで、あと1キロぐらいなんで大丈夫です。コメントお願いします。なんかまあこの前なんか礼儀男子だなと思ったけど、やっぱ犠牲がいいんで、いや別にこれぐらいが嬉しいですね。犠牲こちらです。ぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。勝ちます。頑張ってください。はい、応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。はい、わざわざね、来ていただいてありがとうございます。おお、すごい。すごい。頑張ります。夢を与えれるような戦い方をやっていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今朝お疲れ様です。お疲れ様です。いや、記者会見、めっちゃ面白かったです。いや、一番盛り上げたんじゃん。一番面白かったですね。盛り上がったっす、ね。朝倉未来選手も言ってたもんね。はい、面白くなってきましたねって。いや、でもあれぐらいやっぱやらないとさ、盛り上がらないでしょ。はい、うん、まあオーディションはね、そこまでまあスパーリングもしてないし、ちょっと盛り上げにかけたと思うから、この俺が。だからまあ今回は盛り上げようかなと思って。はい、まあそのままほんまに思ってることをそのまま言っただけやけど、でやっぱりこうね、お金も1000万っていう出したけど、これ別になんか見せびらかしてるとかじゃなくて、別に俺はお金持ちと思ってないし、自分でまだまだこれからやと思ってるけど、やっぱりそれぐらいのリスクを背負わないと多分誰も見てる人思んないでしょと思って、うん、だからまあ今回の試合はね、まあ、社長対決やから、まあね、向こうも結構噛みついてきたからぶっ飛ばすけど、うん、まあなんか俺と同じレベルに思ってんねやって思われてちょっとなんかムカついた、うん、それはまあ格闘技のにしても、いや俺やっぱね、今まで積み重ねてきたものがあるし、背負ってるものが違うから、ただ喧嘩強いだけじゃ俺に勝てないから、うん、まあ明日それは当日見せつけたいなって確実にね、うん、って思うのと、うん、まあでもああいう大会いいね。なんかこうみんな昔ね、やんちゃしてたりとか、まあ警察に捕まったりとか、うん、まあ誰かのこと傷つけてしまったりとか言う人ばっかりやん、はっきり言って。でもまたなんかこうね、こう表舞台で再起をかけてっていうか、もう再起してるんやと思うけど、みんななんか俺も含めてね、なんかこう殴り合うっていうのは本当にいい大会やなって思うね、うん、だからまあただこれ勝たないと全く意味がないと思うから、
こんだけ煽ってこんだけ言って勝たれへんかったら口だけって思われると思うから、あの皆さん安心して見ててください。必ず勝ちますんで、あの何が何でも勝ちます。もう作戦とかどうこうっていうのは今日言われましたけど、もうそんなん本当に何も考えてなくて、とりあえず勝つっていう、まあ1分の中で相手の嫌なとこ見つけて、相手の嫌なところを攻めれたらいいかなと。まあ俺対応能力あるから、まあ何も考えずに、まあ相手はね1試合してるから、この前映像で見たけど、まあまあ普通にやればいけるかなって、勝てる相手なんで、うん、まあここしっかりとミスしないようにね、しっかりと冷静に、うん、もうアドレナリンすごいから俺舞い上がるんじゃなくて、もう冷静に本当に冷静に戦おうかなと、うん、まああえて煽りあったけど、まあ試合では冷静に戦おうかなと、ほんまに冷静にパンチ見て、うん、冷静に攻撃して冷静にカウンター入れてっていうやり方でやっていこうかなと思ってます。まあ KO で倒します。はい、まああとね、今回、ブレイキングダウン出るにあたってね、スポンサーがね、パンツスポンサー、これ、はい、見えますか、見えますか、はい、ここね、これやっていただいたんで、まあ、ちょっと軽く説明していっていいですかね。せっかく応援していただいたんで、でぶっちゃけ昨日とかもドバイの方とかからもスポンサーするよってこうみんな向こうから言っていただいて、今回本当になんかありがたいなと思って、で決して安くないのよ俺のスポンサーって。まあ高い10万20万じゃないから、一つの会社だから結構な、まあ、額をいただいてんけど、まあ、それだけでも応援してもらってるってことは負けれないってことなんで、まあ、会見でも目立ったし、まあ、当日も一番目立てるように、ね、僕が目立ちたいとかももちろんそれはあるけど、出る限りはね、よりもやっぱりこうスポンサーしていただいた方とか応援してくださる人のために目立とうかなと思ってます。ちょっとこれ説明していっていい？まあ皆さんも見たことあるやつばっかりやと思うんだけど、まずメインですね、はい、今回のメインスポンサー、はい、ルビーです、はい、いつも本当にね、ゆうこさんは何かあるたびに応援してくれて、うん、まあ、ルビーの皆さんからもすごいね温かいメッセージいただいて、辻さん絶対買ってくださいって、ルビーを代表して買ってくださいって言っていただいたんで、まあ、当日今度ライジンに出るゆうし君もね、応援来ていただけるということで、まあ、恥ずかしいとこ見せれないんで、後輩として必ず勝ちたいと思います、はい、ルビーさんがメインスポンサーで、まあ、ホワイトフィットネスですね、まあ、トシキがやってる、ジムですね、はい、格闘技、まあ、ここでずっと練習やってたんで大阪の時は、はい、まあ、会員数も200人近く今いて、すごい調子いいらしいから、はい、まあ、明日はトシキはセコンドついてもらうから、うん、しっかり、まあ、作戦練って、はい、明日しっかりとトシキと共にね戦いたいと思います、はい。でこっちがホワイトアイですね、まあ、ジュリーさんと一緒に会社やってる、まあ、うちの自社でもあんねんけど、ホワイトアイって言ってこうアイブロウですね、全国30店舗ぐらいかな、今全部出たら40店舗ぐらいになるのかな、ホワイトアイが、のジュリーさんから、頑張ってきてくださいってこう応援をいただきました。でその下がネクストフロンティア、トモキですね、まあ、これもうちのグループ会社ですね、トモキがやってる保険の会社で、まあ、従業員数も順調に増えて、東京、大阪、静岡とね死者も3つね、もう出てすごい大きくなってるし、トモキ自身も去年 TOT っていうね保険業界で 0.01% の一番難しいやつを1年で取ったから、はい。で、まあ、トモキも明日会場に直接応援来てくれるということで、俺招待枠が3つあって、トモキもその1人として来てくれることになってます、はい。まあ、さっきもタグ付けし来てたんで相当楽しみにしてると思います、格闘技好きなんで。でその次はオールメイクですね、株式会社オールメイク、これは松岡ですね、サロンメンバーでもあるし、まあ、うちが顧問に入らせてもらってるところでもある松岡、建築系の会社で、まあ、美容とかもやってるんだけど、多分オールメイクは松岡多分何社かやってて、そのうちの1社がオールメイクで、オールメイクはこう建設の会社で、まあ、内装とか足場とかいろいろやってるんだけど、多分70人ぐらいなんかおるらしいよ、人もすごいよね、あの若さでね、26歳で、ほんまにすごいと思う、うん。でまあやんちゃな子たちばっかりなのよ、でも松岡の会社も、でもなんかやんちゃなやつらをこう構成させようっていうか、まともにこうね仕事っていうこの楽しさを分からせようと思って、すごい松岡も日々頑張ってると思うから、なんかねやんちゃな子たちも応援してくれたら嬉しいなみたいな、ブレイクダウン好きでしょ、うん、好きだなと思いながら、はい、ありがとうございます。はい、はい、続いて、ラウンジバーリッチ、はい、これはねエイトですね、エイト分かるやろ、うん、浜口エイト、そう、めちゃめちゃいいやつやろ、うん、エイト、三宮でね、あのバー行って、この前俺も、久しぶりにバー行ったの、久しぶりにバー行って、お酒は飲んでないけど、まあ、遊びに行かせてもらったけど、
これが、エイトです。エイトはほんまにね、なんかね、まあいつ起業したんやろ、4月6日に起業したんじゃない確か、俺の誕生日にね起業して、お店オープンして、で今400、500万売ってるらしいよ、1店舗バーで。すごくない？うん、で本当にね素直なのよ、エイトはほんまに素直やし、ほんまにまっすぐでギバーやから、まあそりゃ成功するよなと思う。なんかバー行ってもみんなエイトのお客さんやね、これは良くも悪くもやね、女の子もおんねんけど、女の子にお客さんがついてるというよりかは全部エイトについてる、これは良くも悪くもやけど、うん、でもほんまにそれは素晴らしいと思う。うん、なんか、うん、エイトの人間性やろね。はい、まあ、応援してくれて必ず勝利届けますんで。はい、続いて、総合建設業石井工務店、まあ、これもトールです。はい、トールね、トール、まあ今回辻トールっていう株式会社、辻トールっていう会社もあいつ設立してんけど、美容でうちのホワイトアイネフランチャイズで、でも今回はそっちで行きますって言ってんけど、なんか辻トールってここに書いてたら、あいつ自分の名前めっちゃ好きやんって思われるから、あのこっちでやってくれました。まあトールもね、まあ建設業から美容業から、まあもともと茨城やけどね、まあ企業サロンに入って、あのすごく飛躍した一人じゃないかな。うん、まあ俺も個人的にも可愛がってるし、まああいつはまあなんやかんや言って怒ることも多いけど、俺めちゃめちゃ怒るけど、動きはいいのよやっぱりね、行動すぐするし、であっちはあと素直やね、めちゃめちゃ素直やから、こう今登っていってるのかなって。だからホワイトアイダンってね、フランチャイズで渋谷店オープンしたけど、1ヶ月目から利益100万以上出たからね。へえ、朝、うん、とか言ってたけどあいつそうすごいよね、うん、だからまあトールもケイさん応援させてくださいって向こうから言ってくれて、ありがとうっていう感じで、まあお返しに今度スパリングしてあげるわって言ったけど、いやだったらやらないですって言ってたけど、うん、でも本当に、ね、ありがたい。まあトールもまあすごい、明日みんなねバーで応援してくれてたから、バーでパブリックビューイングみたいなこうスクリーンでみんなで応援してくれてたから、まあ負けられへんよね、負けたらあいつらも多分沈むと思うから、はい、負けれないです。はい、ありがとうございます。で裏行こうか。あ、裏もある。裏もありますよ。おお、裏もありますよ。多分ねこれ見てる人はね、あいつあのパンツでめっちゃ儲かってんやんって思われると思う。はい、これまあアンダーバーホワイト、まあ今回ブレイキングダウンのスポンサープレゼンツに入ってましたね。スポンサーでもあるけど、まあ、美容室ですね。うちの手掛けてるグループ会社の美容室です。はい、これは中本さんという方が社長で、辻さんあの応援しますよって言ってブレイキングダウンのスポンサーもなってくれましたし、このパンツスポンサーもなってくれてます。まあ裏メインやね。うん、裏メインスポンサーですね。はい、めっちゃここの美容師からも会長頑張ってくださいってめっちゃメッセージもらったから、必ず勝つんで、みんな美容師もやんちゃな子多いからね昔からね、うん、でもね今構成してこう頑張ってるからね、俺も必ず勝つから勝利を届けます仲間にね。はい、でまあアソルニックスはまあ俺の会社なんで、まあ説明はいいかなと。まあ帝国データバンクで60点以上ついてる優秀な会社ですっていうのだけ説明しておけば、アソルニックスです。まあ企業サロンもでも運営が別なんで、企業サロンの運営がやってくれました。ありがたいですね。で企業サロンメンバーの思いも乗せて、従業員だけではなく企業サロンメンバーの思いも乗せて、今回必ず勝ちたいと思うんで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。ホワイトニングショップ、これなぎちゃんですね、沖縄のね。まあなぎちゃんとはビジネスも一緒にやらせてもらってて、うん、本当に沖縄でカリスマのね、本当にでもあの子もめちゃめちゃギバーで、俺も本当にあの子で、ね、かなりお世話になってるもんね。かなり仕事面でもプライベートでもお世話になってて、すごい協力的やから本当に感謝してます。また沖縄行かながらね、みんなで会いにね、はい、だから沖縄からケイさん応援してますってメッセージ届いたんで、必ず、で沖縄のねこう従業員も俺みんな知り合いやから、女の子ばっかりやねんけど、可愛い女の子ばっかりやねんけど、まあ可愛い女の子にいいとこ見せますよ、はい、全員の前でね。はい、でこれがプロテインなんですけど、これね、としきとよしえちゃん、よしえちゃんが作ってるプロテインです。植物性かな、俺も飲んでんねんけどな、植物由来かなんかのプロテインで、太りにくいの、太れへんのかな、そうやね。うん、でまあ俺もいつもトレーニングとか飲ませてもらってて、まあ味も美味しいし、うん、まあでもよしえちゃんとかとしきもね本当にいつも応援してくれて、まあよしえちゃんは明日泣くと思うけど、勝っても負けても泣くと思うんだけど、うん、まあ嬉しい涙を流してもらえるように必ず勝ってね、まあよしえちゃんに LINE したいね。一番心配してくれてても、いつもマッサージとかもね、うん、今日も LINE くれて、今朝寝る前にマッサージパッて行きますよとかくれて、体のケアとかもやってくれてるんで、必ず応援してくれてると思うんで必ず勝ちます。はい、で最後ですね、これ東京秘密基地、聞いたことある？おー、なんかこれ大手ですね、女性用の、はい、はい、そう、女性用風俗です。女性用風俗です。はい、東京秘密基地さんもね、まあちょっとつながりがあって、働いてないですよ、僕働いてないですよ。はい、今回スポンサーしていただきました。まあ女性用風俗ってめっちゃ流行ってるらしいな。
なんか俺は自分の好きなことが行かれてたらめっちゃショックやけど、でもやっぱ需要があんねんな、本当にな、うん、めちゃめちゃ流行って全国に展開してるから、うん、ここの方もすごいいい方でめちゃめちゃ協力してくれて、で向こうからね、ケイタ君スポンサーするよってこう言っていただいて、ぜひ頑張ってほしいって言ってくれて、まあだから1日店長ぐらいせなあかんな。まさかの試合勝ったらな。どうみんな、辻啓太が出勤したら来てくれる？知り合いで生まれそう。確かにな、知り合い NG、 知り合い NG でやれへんで、やれへんけど、やったら盛り上がるやろなと思いながら、あのその思いを乗せて勝ちたいなと思います。はい、まあ以上ね、こう説明してきましたけど、つながりがすごいっすね。はい、まあこうやって本当にたくさんの人にあの応援していただいている自負はね、自分でもありますんで、明日ね必ず、買って、今日だってさ、セットがさ7時とかやったよ朝、はいはい、セット美容室が開けてくれてさ、特別になんか、そう、俺の美容室じゃないねんで、全く知らんとこやけど、東京でセットしてもらってるところが、またそれも紹介したいねんけど、特別に朝の7時とかに開けてくれて、11時オープンとかに、やっぱりこうでブレイキングダウン頑張ってくださいって言ってくれたから、なんか本当にたくさんのなんか人のほんまに思い背負ってんなと思って、だ DM とかえぐいで、うん、さっき見たやろ、見ました、えぐくない、めっちゃ来てます、ね、100件、99件来てるから、マジですごいから、まあこれはね、ブレイキングダウンの影響力だと思うで、うん、それもあると思うけど、やっぱり応援してくれてるメッセージが多いから、本当に僕が負ければ悲しむ人が多分たくさんいるんで、絶対そんな僕思いにはさせたくないんで、必ず勝ちます。そしてやっぱ辻さんって経営者ってこう会長って強いってイメージみんな持ってくれてると思うんでね、その幻想が崩れないように、自分のためにもその幻想が崩れないように、たくさんの人が、ついてきてくれる自分であるためにも、必ず今回の戦いは、まあ、落とせない戦いだと思うんで、まあ、そのプレッシャーをね感じながらっていうよりかは、そのプレッシャーを、楽しみながら、このプレッシャーが僕楽しいんで、このプレッシャーとこの緊張感、なかなかね人生で経験したくてもできることじゃないと思うんで、必ず、勝って、皆さんに勝利を届けて、まあ、祝勝会はちょっと100人ぐらい限定で、俺があれやな、招待しようか、お無料でね、お願いします、はい、あとね、補足で、はい、ツイッター概要欄に貼っといてほしいんけど、僕のツイッターで今回、ある会社が、プレゼント企画っていうのをやってくれると、ブレイキングダウンで辻啓太が勝てば、特権があるっていう、はいはい、僕が勝てば10名様に、ドバイ旅行プレゼントです。マジっすか、はい、まあ、そこのスポンサーが出してくれるんですけど、はい、プレゼントです。で、まあ、当選しなくても僕のルビーとのコラボ商品とかが、当たるんで、はい、ぜひそちらのツイッターの方もチェックしていただければ、いいかなと思うのと、あと皆さん、ベイビットっていう、掛け事ですね、はいはい、掛け事ってこれ合法的に掛けれるんですよ、携帯で。で、はい、みんなからめちゃめちゃ昨日からメンション30件ぐらい来てるんだけど、みんな俺にマックスベット貼ってんねやん。ギャンブルはしすぎないようにしてください。まあ、勝ちますけど、頑張って勝ちますけど、負けても恨まないでください。お金かかったらみんな本気になると思うんで、そっちの方が嬉しいですけど、みんなめっちゃかけるやんと思ってな、はい、だからまあ、しっかり勝ってその人らも儲けさせたいなと思うんで、だからぜひね、ツイッターの方も、この後ですね、チェックして、リツイートとフォローかなで、当たる可能性があるんで、しかも結構その賞がね、ドバイでも10名やから結構多分当たりやすいと思うんで、ぜひ皆さん、リツイートと、まあ、応援メッセージもコメントにつけてくれて嬉しいな、うん、と、フォローの方よろしくお願いします。はい、まあ、以上です。まあ、今、昼の12時半か12時半なんで、まあ減量も明日なんでそんな食べれないんで、まあちょっと今日はゆっくりしてケアしながら、明日に備えたいと思います。はい、これだけは本当に約束します。必ず勝ちますんで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。では KO を期待してます。 OK です、行ってきます明日。よろしくお願いします。ありがとうございました。